和州下町探偵団の源さんです。江東区の永泰に来てるのだ。永泰橋ね、わかるかな。そこで今日は、何やるかというと、下町わらしべ長者です。ここ車うるさそうだな。声入ってるかな。大きな声で喋ろう。ここら辺でちょっと待ち合わせてるんだけど、どこだろう。前回のコウタ君の岩塩、引き続き、取っ替えてくれる人のところへ来てます。田口さんです。ちょっと見晴らしがいいから上で話そうよって言って上に来てもらってます。まあそうだね、それほど大したもんじゃないけど、ちょっと見晴らしい方がいいよね。なかなか見晴らしがいいです。昨日雨降ったから、ちょっと椅子に座るのはやめときましょう。田口さんです、よろしくお願いします。お願いします。デザイナーさんです。はい。それでは、これをお渡ししますんで、はい、何かと書いてくださるとありがたいです。岩塩、岩塩です。これじゃあ削ってなんかに混ぜるとかしてもらっていいと思います。はいはい、どのぐらいの価値のものか全く分かりませんけど、もしかしたらものすごいかもしれない。使ってみてください。はい、ございます。じゃあそれでは田口さんから何をいただけるんでしょうか。はい、お、なんだ、開けた方がいいですか。なんだろう、あ、ひょっとして、はい、田口さんが関わってる商品とかそういう感じですか。僕がイタリアにいた時に、イタリアにいたんです。いたんですね。はい、ミラノのデザイン事務所に勤めてたんですけど、はい、その時の師匠のデザインしたお皿。お皿多いな。多いですか。この1個前もお皿でした。お皿、しかも割れ物です。ああ、はい、はい、割れてないんですよね。割れてないです、もちろんです。はい、うわ。イケンドルフっていう、前々回のと似てる。本当にね、ガラスのこのぐらいの小皿だったの。あ、そうなんですか。そう、これは用途は、用途はなんかアクセサリーとか置いたり、食事の時ここに醤油刺して食べるとかするんじゃないですね。あ、それもできるとは思うんですけど、穴は開いてないでしょ。あ、いいね、いいね。うん、どちらかというとなんかアクセサリーとか小物置いたりとかの方がいいかもしれない。じゃあイタリア3アクセサリー、違う、イタリアのブランドです。あ、イタリアのブランド、はい、日本でも買えるんですか。これは多分買えないと思いますけど。へえ、はい、もう一回名前だけ聞いとこう。なんて言うんですか。イケンドルフっていう、うん、覚えられない。まあ動画に撮ってるから後でもう一回見ます。はい、分かりました。じゃあこれを、師匠も深川よくうろうろしてるんで。イタリア人の、イタリア人ですなのに。へえ、あ、だけどね、深川っていいかな、清澄白河あたりって最初に見出したのって多分、はい、まあ日本人なんだけど、ある意味で見出した人って欧米人で、うんうんうん、で溶岩レールとかから、そ、ね、コーヒー屋のブルーボトルとかの社長なんかは、はい、あ、ここの場所いいねっつって見つけたのが彼らなんで、まあそれまで清澄白河の良さって違う意味ではいい部分してた、皆さん知ってただろうけど、こういう部分もあったのかって見つけたのは多分欧米人です。ちょっと豆知識ぶっ込んできました。です、ね、探偵なんて。ありがとうございます。はい、じゃあいただきます。すいません、どうなるのか楽しみです。この今ね、7人目くらいかな、長者になるんで。
多分だけどどうなんだろうな、ちょっとやり方いろいろ考えていかないとね、だんだんと長者になるにつれてなんかいろいろとあのハードルが上がってくる感じします。ビルが建つのを楽しみにしてます、はい、今日はお休みの日わざわざ来ていただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、これでいいのだ。